今年42歳のリアル。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。8月15日日曜日、はい、今日はですね定休日で、お盆ね、お盆も今日が最後ということで、まあ山口県のね地域によっては16日までがお盆だというところもあるみたいですけれども、まあ一般的には今日でねお盆が終わりということで、まあ昨日のね営業後もそのままね店でくたばっておりましたけれども、でそこからね、まあ仕入れ行っていつも通りね仕入れに行って、まあそこからもうちょっといつもとねルーティン変えてもうそのまま、店のことをねやって、で夕方ねもうお弁当売る時とかね、まあ店で営業する時にマスクつけるんですけれども、まあもみあげがね伸びてきたらマスクの紐が引っかかってピーンってなるのがねあまり衛生上ねよろしくないので削りに行ったところ、驚きのね、現実がありました。はい、あーとか言っちゃうけど、なるほど、なるほど。トップもお願いします。トップも、まさかのね、まあ本人ね気づかぬところで、髪の毛がね真っ白になっておりまして、面積もねもうスカスカで、髪の面積もスカスカでねハゲ散らかしてましたということでね、結構ね驚きましたね。美容師さんも2ヶ月前はね気にならなかったけどねとおっしゃっておりましたけれどもね、まあこのね2ヶ月、まあ6月のね、まあ、中盤後半から、まあ、8月の真ん中までかな、2ヶ月ね結構ねきつい、心身ともにねきつい2ヶ月だったので、まあそれがね、現れたね結果なのかなと思いながらもね、いやー年やなというのをね改めてね現実をね突きつけられたという感じで、今年ね、11月でね42歳になりますけれども、まあそういう年かと。でまあね無理がねなかなか効かなくなるなと思って、まあコロナとね、まあ、戦い続けて、まあ今も続けてるんですけれどもね、まあ1年半経ちましたけれども、まあそのね1年半でねまあいろいろコロナさんはね私からいろんなものをね奪っていきましたけれどもね、まあ髪の毛もね、も奪われてしまいましたということでね、まあなかなかね、なかなかでしたね。もう別にねもういいんですけどね、42歳かっていうのをね改めてね実感しましたということで、まあ家計的にね髪の毛ね真っ白にもなるし、まあ減るのも減るんでしょうけどね、一気にね真っ白にもなりましたね。はい、まあというわけでね、まあ、いろいろありますけれどもね。でまあ最近ねあと人生のね後半戦をねどうするかみたいなね話が結構常連のねお客様と、テーマになるんですけれどもね、まあ例えばまあね、お金がね、稼げたとね、まあ、お金には不自由がないっていうねパターンでも後半ねちょっと辛くなるからねもうちょっともう一回ね婚活したらとかね言われるんですけれどもね、そうですかねっていうね、まあ、実際ね寂しさとかね、まあ、そういう焦りとかっていうのはですね、まあ、30代までで40超えたらねもうそういう焦りとかね、いうのはね寂しさもねもうなあんまりないんですよね言ってみたら、もうぼっち、まあね、何するにでも、まあ、一人はね、当たり前になるので、なんですかね、もう旅行もね、まあ、過去を振り返るとですね、まあ、年に1回ぐらいね、旅行をするというのはね、時期もありましたけれどもね、まあ、初めて行った台湾もね、一人で行きましたし、ニューヨークもね、一人で行きましたし、ね、もうニューヨークに至ってはね、まあ、
福岡空港から韓国のねインチョンで、トランジット、初めての人生初めてのトランジットを、こなしですね、まあ一人でニューヨーク行きましたと。でまあライブもね、30代後半からねライブに初参戦してしだして、まあライブ行くのもね、一人とは。で最初はね、どうなのかなと思ってたんですけどね、ライブねよく行かれるね、師匠がいらっしゃるんですけどね、まあ年下ですけどね、20代の方ですけど、まあライブはね、あのもう仕事終わりにねもうフラッとね一人で行くのがね、一番いいんだよというね方も、師匠もねいらっしゃいますけれども、実際自分が行くとですね、まあ確かにライブは別にね大勢で行く必要もないなと、一人で全然楽しめるね、ことだなとね。あとはもうねご飯を食べるのはねもう普通に焼肉もね、まあ年に1回ね正月の神事でですね、アジムの、スポね、スポ料理を食べに行くんですけれども、まあそれもね一人ですからね、だいたいねコンプリートしてるわけなんで、あとやってないことって何かなと思ったらですね、何かなと、だいたい極めたんじゃないかなとね思うんですけれどもね、うん、でまあ今ね一人暮らしですしね。で最近知ったんですけどね、あの子供部屋おじさんおばさんのね、ワードは前から知ってたんですけどね、ワンルームとかにね、住むね一人身独身のことをね、犬小屋おじさんおばさんっていうらしいんですよね。すごい名前やなと。まあ要するに、まあ、ワンルームとか、まあ狭いね、賃貸、マンションに住んでるっていうことを、まあ小屋っていうね、表現にしてるんでしょうけれどもね、あ思いっきり犬小屋おじさんなんだなとね。子供部屋おじさんが終わったかと思ったら今度は犬小屋おじさんかと、うん、いうことでね、まあなかなか、独身にとってはねなかなか生きづらい世の中かもしれないですけどもね、ただ、今ね独身の方がねどんどん増えておりますので、独身向けのサービスが、まあ、今後ねどん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 増えていくんでしょうから、まあ日本は独身にとってね住みやすい世の中なのかなと思ったりしますしね、うん、で結婚するね、人っていうのもね本当今何人に一人ですかね、まあ、どんどん減ってますからね、もういずれ半分はね独身になるというね時代が来るらしいので、まあマイノリティじゃなくてねもう主流になって来るぐらいの勢いになってますから、まあね今後独身はねまあそんなにおかしくはないというかね、まあ当たり前普通な、ランク階級になるんですからね、階級と言ったらいいのか分かんないですけど、になってくるんだろうなと思うんですけどもね、都会にいるとですね全くねまあ全然独身みんないっぱいいますからね気にならないんですけどね、田舎は結構ですね、まあ、やっぱり早よ結婚制という圧力とかですね、まあ、独身でいるとね、まあいろいろね揶揄されたりしますけれどもね。であと独身で困るのは海外旅行に行くと高く、まあ、部屋借りるときにですね、ホテルに泊まるときにね高くつくというね、ことですね。まあ基本日本みたいにシングルはないんで2人分の料金がね、かかるみたいな感じでですね高くつくと、まあ、いうねこともありますからね。で海外にね行ったときにね、まあ、一番衝撃を受けたのがですね、結構ねもう30を超えてね一人身だとですね、なんで結婚してないんだっていうのをね結構言われましたね、はい。まあ、その辺は、まあ、結婚だけじゃなくて、まあ、その相手パートナーがいないっていうことに対してなんでいないんだということで結構ねマウント取られることが多かったので、海外って結構ね本当の独り身には厳しいところなんだなというのをね、実感しまして、意外と日本の方が、独身ねおじさんには優しい国なのかなっていうのをね思いましたということで、まあ今日はですね散髪行ってですね、まさかの髪の毛がねスカスカになっておりましたと、でそして白髪がね増えて真っ白になってましたよというね、
まあ、衝撃のね、事実が分かりましたので、まあ、ちょっとね独身について、お話ししてみましたということでね、まあいろいろありますけどね、まあ、日本はわりかし独身にとって生活しやすい国だと思いますということでね、で田舎もねだんだん別に独身がね多くなってきましたので、昔みたいにね肩身の狭さをね感じることもあまりなくなってきましたので、まあ都会にいるのとねあんまり変わらなくなってきたのかなとね、感じる今日この頃でございます。ただ、人生ね100年時代と言いますけれどもね、まあ、老後をねどう生き抜くかというね、話が、まあ、結構ねうちの店のねカウンターでもテーマに上がりますけれども、全くねどうなるか分かりませんとね、解が出ませんという感じですけれどもね。じゃあね、まあ、結婚したとてね、まあ、そのね、パートナーが面倒を見てくれるわけではないでしょうしね、まあ、先に、向こうの方、相手の方がですね、まあ、そういう要介護になってみたりですね、まあ、こちらが世話を、することになる可能性もありますからね、まあ、一概に、そのパートナーがいたからね、助かるとか、いうわけではないとは思いますけれどもね、まあ、ただいなければですね、一人だと、まあ、孤独死が待ってますよと、いうね、感じですけれどもね、まあ、死ぬときはね、まあ、死ぬんで、まあ、そのね、借りてる部屋には迷惑かけますけれどもね、まあ、そんな感じでですね、まあ、結構、終わりの活のね、終活っていうのはね、結構ね、話題に上がる今日この頃ですね。はい。で墓じまいとかも、まあ、お盆の時期ですからね、墓参りもありますけれどもね、結構、常連さんの中でもね、墓じまいをしないといけないとね、考えてる方も多いみたいで、まあ、その子供さんの代までになるとですね、もう都会に出てたりと、で、墓をね、もう守れるような感じじゃないから、もうね、自分の代で区切りをつけるというね、決断をする方もね、結構いらっしゃいますので、ね、お墓とかね、まあ、老後とかね、まあ、いろんな、これからね、まあ、そういう問題がね日本では結構山積みなんだなというのをね、感じる昨今でございますということで、またね、来週からボーン終わりましたので8月の、ね、後半戦始まりますので、またねよろしくお願いいたしますと。はい、予約の方お待ちしております。でらし3232-1619までねお待ちしております。で、チャンネル登録の頃はね248までちょっと落ちましたというわけでチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、終わります。